2024年3月21日に、大滝詠一さんのイーチタイムがリリース40周年を迎えるということで、はい、リマスター版などいろいろなリリースがありますが、イーチタイムというアルバムはどんなものでしょう。まあメロディータイプの大滝さん、大滝さんのメロディータイプの作品の、まあ、集大成みたいなものじゃないでしょうかね。で作詞は全曲松本さんで、まあ編曲は大滝さんで、作曲はもちろん大滝さんでっていうことだと、まあ論化けの続編っていうことで位置づけられてますけど、サウンド的にはその論化け以降のいくつかの作品を踏襲しながら、その時で一番こう密なものを提供したっていうところですかね。リリースまでにいろいろ紆余曲折があって、何度も延期になったりしてましたけど、岩佐さんはその長く大滝さんとこういう関係があって、その中でこうそのなんか話は聞いてたんですか。大滝さんってその長く時間かかっても自分の中では進んでる部分っていうのがあるじゃない。だからそんな心配してたっていうことはないんですけど、イーチタイムの始まりってやっぱもうそろそろかなみたいな、論化けの後、トライアングルやって、でまあちょっともうあの頃大滝さんと結構曲作ってたじゃない、だからなんかまあそういう流れがあったんだよね。トライアングルで自分の曲4曲でしょ。あれでもうだいぶこうちょっとペースつかめてるっていうか、論化けの次っていうサウンドになってるじゃない、だからそこら辺からまあちょっといけるんじゃないかっていうのと、まあそのいろいろな要求っていうのが重なっていったんだろうと思うんだけど、よく言われるのがその、論化けがアメリカンポップス的で、イーチタイムがブリティッシュポップ的という、だから大滝さんが後でまとめたように言ってたのは、だから論化けは中学生時代で、イーチタイムは高校生の時代っていうことかな、それでもうそのブリティッシュ思考はさ、論破系じゃなくてトライアングルからあるじゃん、すごく、だからあの人脈っていうか佐野さんと、あの人なんだっけ、杉さん呼んだのはさ、そういう、こうブリティッシュ思考をなんかちょっと目覚めさせたっていうのはそこからあるんだろうと思うんだけどさ、そういう意味で言うと、論破けよりもイーチタイムはより成長してるというか、だから思春期の後期だよね。だそういうんで言うと、その上京する直前ぐらいな感じ、だから悲しい歌が多いのはそのせいかなって思うんだけどさ、そこはちょっと生前聞けなかったところではあるんだけど、でも別れの歌が多いのはなんとなくやっぱり予感があったのかもしれないっていうようなことは言ってた覚えがあるんだけどな。それは松本さんのが歌詞を書くときに別れの気配、あとほらちょっとこう寂しいっていうか哀愁をこう引きずっているメロディーが多いと思うんだよね、イーチタイムって。イーチタイムの曲は、歌詞と曲ではどっちが先。もちろん曲が先、全部曲が先なはずだよ。なるほど。最初に1984年にイーチタイムが出て、岩佐さんはリリースのタイミングで初めて聴いたんですか。そう、なかなか出来上がりは聞くことはできない、できないできない、事前に聞いた人いないと思うよ、当時見本版が上がって初めて聞いたんだよな。テープもなんかダビングしてもらえなかったし、
つうかこっちもさ、なんか聞かせてくださいなんて言えないじゃん。そうですね、状況として、うんうん、最初聞かれた時の印象ってどんな感じだったんです？なんかちょっとスイートな感じだなと思って、ソフトロックっていうイメージ、うんうんうん、あとあれ1曲目が魔法の瞳か、うんうん、あれはなんかさ、ちょっと大滝さんっぽくないなっていうか、うん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 、そうですね、なんかちょっと可愛らしいなと思って、うん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 、思って、あんまりこういい印象がなかったの、うんうん、いい印象がないっていうのはさ、こうちょっとロンバゲみたいなこう弾けた感じがないっていうかさ、そうですね、うん、目の前がバッとこう明るくなるようなイメージじゃなかったから、なんか これは結構、うんうんうん、難物かなと思ったんだけど、まあだけどこうほら聞き進むに従って、はい、あの確かに要素はこう今までよりもこう、うん、なんていうかな、潜り込んでる要素が多いと思ったんだよね、はいはい、だから、うん、聞き込むとこういろいろ発見があるし、あの決してそういうこうね、おろそかなものではなく、さすがにこう、そうですね、作り込まれたものだなっていうと、うん、それからなんだっけ、最後はさ、ウィンターレイクあるじゃない、ああレイクサイドストーリー、うん、あれはやっぱりすごいなと思って、うんうんうん、あの曲のその最後のフェードアウトがフェードアウトなのか大エンディングかっていうところでいろいろありましたけど、結構ね自分でも結構どうしようかっていうんでギリギリまで考えて、うん、そうですね、最初はああだったっていう、うん、なんか今回2024年3月21日に発売される12インチのアナログ版と7インチのセットは84年のオリジナルミックス、オリジナル曲順で発売されるんですよね。まあそうだよね、だって40年経ってるし、だから戻って一周 40年でまた元に戻ったというか、戻すっていうのはまあナイアガラ流だよな。うん、でもやっぱり撮った順が一番いいんじゃないかっていうのは30周年、はいはい、あ20周年だ、20周年の時に、うん、あのそう言ってたよ本人は。あなるほど、うん、撮った順で出すのが、まあ撮った順っていうことはさ、夏のペーパーバッグから始まって、うん、そうですね、バチェラー行ってみたいなさ、うんうんうん、今回はそのボックスの方はあと CD の方はその、うん、未発表曲とされるシャッフルオフから始まり、うん、夏のペーパーバッグにが2曲目っていう感じらしいんですけど、うんうん、まあほぼ取った順で並べられてるようですね、うんうんうん、まあね、本人の意向っていうのはどういうふうなものかっていうのはもう今となってはよくわからないところであるけど、うん、その後話してた話をこう総合していくと、うん、やっぱりまあイーチタイムっていうのはさ、もう歌いまくってるわけじゃん、はいはいはい、だからボーカルアルバムとしてはもうこれ以上歌えないぞぐらいには歌ってやったみたいなところがあって、うんうん、そのボーカリストの大竹英一としてはもうなんつうのかな、まあ、念入りに、うんうん、こう渾身の作品っていうかさ、うんうん、ものなんだろうと思うんだけど、あと字切りが、うん、字切りがさ、いつになくまともじゃん。あ確かに、うん、それがなんか俺すごく違和感あったの最初聞いた時、うんうんうん、それだから大滝さんがなんかまともに歌ってるみたいなさ、あどうしちゃったんだろうとか思ったことは確かでさ、うんあうん、だけどそれがその今までやってないことだったんだよ、うん、実は。あそうですね、うん、より歌に正面から取り組んでいるというか、うん、でもそう言うと本人はさそんなことないって言うと思うの、ね、はい、だけどやっぱりほら歌謡曲の歌手として、うん、つうかボーカリスト大滝英一として、うん、できるところをこうなんか掘っていったらああなったっていうところが多分にあるような気がするし、やっぱり
愛感が多いのもそのせいかもしれないよね。ノベルティの歌歌うの得意だからさ、大滝さんって。そのメロディータイプの曲って言ってもスイートなやつは多く歌うけど、ああいうこう悲しいとか失恋の歌っていうかさ、こううまくいかないことを歌うのってそんなに得意じゃないっていうか、そういう性格じゃないからさ、あのちょっと、うん、ちょっとあのやりにくいところもあるのかなとは思ったんだけど、でもブルーバレンタインデーとかね、はいはい、そういうこう、うん、うまくいかない恋愛感っていうかさ、うん、そういうのってやっぱ高校生の時代なんだと思うんだよね、はいはいはい、うん、なるほど、うん、うん、そういうこうほらその思春期後期の、うん、はい、あのなんていうのかな、思春期後期の、うん、こう痛さっていうかさ、はいはい、そういうのはイーチタイム以外ではなかなか聞けないでしょ。あ、なるほど、そうですね、うん、確かに痛いというと確かに痛いです、ね、い痛いのって、うん、ティーンハイティーンのさ、うん、そうですね、うん、特殊性っていうかさ、うんうんうん、そこから道は踏み外したりね、グレたりそうですね、するじゃん、うん、やっぱり、うん、でそこでこうロックに行くっていうのもあるのかもしれないけど、はいはい、大滝さんはずっとポップスの人だから、うん、そういう意味で言うとだからまあうん、苦い思いをしつつ前に進むみたいなさ、そうですね、そういう時期だったんだと思うんでね、うん、だからビートルズじゃない、はいはいはい、高校時代って、うん、だリバプールサウンドとかさ、うん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 、そのオーディオ的な聞きどころっていうと、岩佐さんこういろいろなシステムで聞いてらっしゃいますけど、うん、あ、まあもう一番ハイファイなもので聞いたらいいと思うよ。イーチタイムはやっぱハイファイな、できるだけでかいもので聞いた方が楽しい、うん、天から降ってくるみたいな音ってなかなかこう小さいもので聞いてもさ、スケール感がわからないでしょ、うん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 、あれはできるだけ大きいシステムで聞いた方が楽しいと思うんだよな。なるほど。サウンドビジョンがねでかいんだよすごく。ああ、ロンバケよりでかいんだよ。あ、そっか、うん、はいはいはい、はい、そうですね、うん、大滝さんの中では最大限のこう、うん、音場っていうかあると思うんだよな、うん、でも入ってる音はすごくこう緻密でさ、うん、当時としては一番こうなんつうのかな、うん、こうぶつかり合わないギリギリのところで並列になるような、うん、大人数の音なわけじゃない、うん、でロンバケの場合はもっとそうじゃなくてぶつかってもいいからその塊感をこうってこう、ね、うん、底上げして出すみたいなところがあったけど、うん、ロンバケの場合もっとフィルハーモニックっていうかさ、うん、そうですね、うんうん、なんかその声のナックルボールとかマルチスコープみたいにこの左右のサンプリングを被らないように振ってみたいな緻密なところはありますよね、うんうん、だからそういうこうほら、うん、まあ、当時で言うとデジタルな、今ではもうそんなこと言わないけどさ、デジタルなこう仕掛けっていうのもさ結構面白がって入れてたところもあるし、うんうん、そういう意味で言うとこう遊びも多いけど、うん、芯がすごく太くて、うんうん、特にペパーミントブルーとか、うん、レイクサイドストーリーは大きいサウンドというか、うん、なんかね想定してる場所がでかいよね、うんうん、そうですね、うん、であとほら歌詞もさ、うん、物語性が高いっていうかさ、はい、うん、うん、なんかこう映画的な、うん、情景描写が多いよね、はい、うん、まあ松本さんってもともとそういう詩が多いと思うんですけど、うんうん、特に大滝さんに書いてきた中では一番こう男女が動いていく歌が多い、はい、心が動いたり、うん、その場所が動いたり、うんうん、人と人がこう交流しながらこう、はい、別れたりついたりという、うん、だってさ恋のナックルボールってさ、うん、松本さんって野球全然見ないと思うんだけど
あれだからねえ、創作として野球場を設定してこう物語作ったんでしょ、はい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 、大滝さん の, あ の, その懐の中にあるものに松本さんが入ってきてくれたみたいなところがあるのかもしれないし、うんうんうん、歌詞で言うと1969年のドラッグレースとか、うんうんうん、だいぶこの2人 の, その歴史を遡る形で、うんうん、だお互いのこうちょっと痛点をついてるところはなきにしもあらずかなって、やっぱお互いのこの感謝腹の探り合いというかなんていうか、そうこれはちょっと言えないところが当時あったよやっぱり、あ、うん、やっぱり、あ、うん、まあ、いろいろね、まあ、あるんでしょうけど、うん、でもなんかこうそうだね、ロンバケの時よりもちょっと2人がなんかちょっとこうライバル的っていうかさ、ちょっと戦ってる感じはあるんだな、少し。なるほどなるほど。そうですね、うん、なんかこれ以降はやっぱり松本さんとのコンビっていうのはあんまりもうなくなってい、うん、くねますけど、うんうん、やっぱりなんかそれをどっか想像させる歌詞でもあり、うん、まあ一旦ちょっともうこれであの、うん、このディケードは終わるのかなっていう、はいはいはい、ようなことは周りもちょっと考えたかな、あれを聞いてて、うん、なんかもうちょっとやりきっちゃった感があるよね。そうですよね、うん、だからやっぱりイエローサブマリン運動がもう片っぽの頂点だとすると、はいはいはい、そのレイクサイドストーリーとか、うん、ペーパーミントブルーみたいなのがもう片っぽの、うん、そうですね、あのコンビの頂点っていうことなんですね、うん、そうですね、うん、今回の目玉はやっぱりイーチタイムボックスだと思うんですけど、うん、これはまだ岩佐さんも聞いたことがないという状況なんですが、うんうん、情報もよく知らないです、はい、今まで30周年版っていうのは多分もうイーチタイムのこうなんていうのかな最終形っていうかさ、うん、CD としてだと思ってたのね、うん、で本人もあれは結構早く仕事をこう終えて、そうですね、うん、もうまとめるのもそんなに時間かからず、うん、あの手離れたっていうようなことを言ってたから当時、うんうん、だからそういう意味で言うとこうイーチタイムの自分の聞かせたい形っていうのはもう10年前にはできたんだろうと思うんだけど、その先をどう考えるかっていうのは、そうですね、うん、そのリスナー的に考えたイーチタイムっていうののなんか現在進行形みたいなものはどの程度のものなのかっていうのはさ、もうエンジニアリングの楽しみみたいなところにあるんだろうと思うんだよね。それはだからオーディオ的にはそう今までにない聞き方ができるものが多分提供されるはずで、そうですね、そういう楽しみがまずもう一つある、うんはい、あとそのイーチタイムって、うん、まあ個人的にはその未だにこうなんかこう完結しないっていうかさ、うん、納得のいかない部分っていうのがあるんだけど、はいはい、実は、うん、いやそれがこうどういうふうにこう回収されていくのかなっていう興味がもう一つある。そうですね、うん、あとあのイーチタイムみたいな音像っていうのはさ、うん、もう多分再現することはできないと思うのね、うん、これからどんなにこうエンジニアリングが進んであのやり方が解明されたとしてもああいうものを作れるっていう人はいないと思うんだよ、うんうん、あのその詩にしろメロディーにしろ、うん、その音作りにしろ、まあ、演奏も含めて、うん、だからそういうものをこう出てからさ40年経ってその40年分のなんかさそれぞれのこう、まあ、戸惑いとか思いとか期待とかっていうのがどういうふうにこう個人的にまとめられるのかっていうさ、うん、そこから要素が多ければいいっていうものでもないんだけど、でも今までこう伏せられてきたものがある程度こうね聞けるんだったら、うん、こうちょっとこう
40年前のわだかまりがさ、うん、今になって解けるのかなってちょっと期待したりなんかするんですけど、なんか未完のままだったアルバムが、うん、ここでどういう風に閉じてしまうの、閉じられるのか、うん、まだ続くのか、またちょっと遡って別な聞き方ができるのか、そうですね、だからちょっとタイムラインを整理して聞いていくと、うん、やっぱり大滝さんってその83年になってからかな、まあだからトライアングルの後で結構順調に密に仕事してきたじゃない、はい、曲も結構書いてさ、だからそういう意味で言うとその一つのさ創作のピークだったんだよね、きっと83年から80年にかけて、そのピークでやろうとしてたこととそのやりきれなかったものっていうのがそのイッチタイムにはさ多分そうですね全部入ってるんだと思うんで、それでもなおかつやりきってないものがあってあのなんて幸せな結末みたいなところにちょこっとこうポコッとこう寄せられたのかなっていうような感じもしたし、その幸せな結末からイッチタイムあって10年もっと15年ぐらい15年14年ぐらいですかね、うん、だからその間まあねスローニンみたいなもんだよね、うんうん、だからあのそうそれぐらいになれるんだからやっぱりイッチタイムってのはやりきった部分っていうのは、うん、そうですね 80% 以上あったと思うんだよな、うんうん、そこをなんか想像しながら聞くっていう、そうですね、そういう楽しみがある、ブルーレイオーディオも収録されてますしね、できるだけハイファイででかい音で聞けるとそうですね、いいのかな、今回ばっかりは、うん。